こんにちは、ダイエットチャンネルの、マミーです。じゃじゃーん、髪の毛を、切りました。イエーイ。おそ松くんの嫌味ではありません。後ろも見て、すごく。短く切ったでしょ。もうね、もう5年以上ぶりに、髪の毛を短く、切りました。痩せたらね、痩せた記念でちょっと髪の毛を切ろうっていうのをずっと考えてて、でまあ今回ね、痩せることが本当にそれもね、もう同じぐらいですよね。それ以上ですね、ぶりに痩せたので髪の毛をねバッサリと、切りました。どうでしょうか。なんか私はね、まだこの短い髪の毛見慣れてないので、どうしても鏡を見るとおそ松くんに出てくる嫌味にしか見えなくって、自分の顔が。でも結構なんかダディとかにはなんか短いの評判珍しくいいんですよね。いつもなんか文句しか言わないダディがなんかいいんじゃないみたいな、結構なんかポジティブなことを言ってくれるので、なんか短いのもいいのかなみたいな。はい、今回はですね、豆乳の飲み比べをまたまたやってみました。だいぶ前に豆乳飲料の、動画を出しました。でその時にね、キッコーマンさんからすっごいたくさんのね豆乳が、いろんな豆乳飲料が出てますよっていうのを紹介したんですけど、あれからやっぱりいろんなものが飲んでみたくなって。もう行くところ豆乳コーナーに行き、見たことがないというか飲んだことがないものをどんどん買っていき飲んでいきということを、してみました。今回はですね、その中でも、キャラメル、それからマカデミアナッツ、黒ごま、モンブラン、そして、ブラックチョコレートといちごの種類紹介したいと、思います。キャラメルを飲んでみたいと思います。キャラメルもねすごい楽しみだったんですよ。成分表はねこんな感じ、わかるかな。糖質はね、12.5 なので、まあ他の豆乳飲料と比べてそんなに別にキャラメルが高いってわけじゃないですね。他のと同じぐらいですね。特に他にも何ていうのかな、例えばコーヒーとかだったらね、カフェインが入ってたりとかあるけど、別にキャラメルは特に他のちょっと違うものが入ってるってものはなく、普通の豆乳飲料と入ってるだけ、同じだけの、成分ですね。では飲んでみます。美味しいです。お菓子のキャラメルの味がします。まあその通りか、お菓子のキャラメルのちょっとなんかなんていうのかな、甘くないお菓子のキャラメルって感じでも、キャラメルの味はこうほんのりするので、とっても美味しいです。おすすめです。皆さんもいろいろ飲んでみてくださいね。はい、今度はですね、マカデミアナッツの、豆乳飲料を飲んでみたいと思います。成分表はこんな感じです。見えるかな。ちょっと光で見えないよね。はい、こんな感じです。糖質はね 13.9 なので、まあちょっとね、他のもの大体 12. いくつなので、他のものよりもあるけど、でもそこまでそんなにすごい糖質が高いってわけではないですね。はい、じゃあちょっと飲んでみます。めっちゃマカデミアナッツの味がする。ナッツっていうね味がしますね。なんか上手に作るんだね。こう味付けも、こう味付けっていうか、すごいナッツの味がする。わかる。あ、これ美味しいわマジで。これすごい美味しい変わった味。そしてあとはなんていうのかな、どちらかというとこうナッツの味だからコーヒーとかのこうちょっとフレーバーコーヒーみたいなそういう感じの味ですね。いい感じいい感じ、私これ好きだ。はい、今度はね、黒ごまを、飲んでみたいと思います。黒ごまもね美味しそうですよね。私も本当もう今回ももう全部が初めてで、こう見つけたらねこう買ってるので。でね、成分表はねこんな感じです。ね黒ごまも黒ごまは糖質が 5.0 ある。 5.0 これはきっと甘いけど糖質多い、気をつけなければ。食物繊維は 0.8 なんだけどね。おー、では飲んでみたいと思います。いや、なんか糖質が 5.0 で多い割には甘くない、あんまり甘くない。あれ糖質 5.0 と少ないのかな。他のって 12. 点いくつだったっけ。ちょっと確認、待って、間違ってるかも。今ねちょっと他の豆乳飲料と比べてみたら間違えてた。ね糖質 5.0 は他のやつよりも半分以下だった。他のやつは 12. 点いくつとか 13. 点いくつだからだ。あーびっくり、なんか前の他のやつが 1. 点いくつかな、ちょっと間違えちゃった、ごめんなさい。なのでこれはだからそんなに糖質ないんだ。でもねすごいね、やっぱ黒ごまの味はすごいする。ごまと豆乳が混じってるっていうまろやかな味、そしてそんなに甘くない。美味しいです。これもいいかもしれないね。でははい、じゃあね次はねモンブランです。モンブランね今の時期ですよね。すごいちょっと楽しみなんだけど、モンブランの、成分はですね、あでも糖質は 12.3g なので食物繊維も 3.4 だから、まあ糖質も他の、豆乳飲料と同じくらいですね。そんなに特にまあ他にそうねいろんな違う他のものと違うものは入ってませんね。まあもちろん豆乳なのでねその、イソフラボンっていうのが入ってるぐらいで、あとは他のものとは何も変わりはないです。では、飲んでみたいと思います。これがモンブランという味なのかどうかがいまいちよくわかんないどうなんだろう、これがモンブランと言われればモンブランのような気もするけど、言われないとこれあモンブランの味ってこうなんかこうあチョコの味とかストロベリーの味とかっていう感じではよくわかんないですね。まあでも別に美味しくないってことはない。まあそれなりに美味しいです。はい、ブラックチョコレートをね飲んでみたいと思います。これ成分表なんですが、光って見えないかな、多分見えないね。また私、書いときます。ねブラックチョコレート、やっぱチョコレートだからポリフェノールが、入ってますね。でね糖質はね 12.1 だからそこまですごく高くはないですね。まあ低くはないけど、でも大体もう豆乳飲料の、糖質は 12. 点いくつっていうのが、多いですね。でねチョコレートはねダイエットの時とかもずっと食べてなかったものなのでね、まあこれお菓子じゃないけど、でもチョコレート味っていうのがすごい久しぶりだからすごい楽しみです。ではちょっと飲んでみたいと思います。うん、チョコレートの味だ。でもやっぱりチョコレートと豆乳が混ざってる味がします。すごいここでアクアが私の方をじーっと視線が感じるうん、でもうん、おいしいです。でね、今回ねチョコレート味のプロテインを持ってきたので、私はこのブラックチョコレートをこのチョコレートの、プロテインに入れて、プロテインを飲もうかなって、思っています。はい、ブラックチョコレートプロテインの出来上がりです。まあ、チョコレートのプロテインと混ぜるからちゃんとチョコレートのね味は残ってると思うんだけど、うん、ちょっとプロテインがダマになっちゃった。おいしいおいしい。はい、今度はね、いちごの豆乳飲料を、飲んでみたいと思います。私ねいちごは、大好きです。どうだろう、でもね豆乳のいちごだからきっといちごミルクみたいな感じなのかな。中に入ってるのは、糖質がね18.6 ありますね。 18.6g なのでちょっと他のよりも糖質多いかなって感じですかね。食物繊維は 3.8 ですね。タンパク質は 2.4g、 脂質は 1.6g に、なります。では、飲んでみたいと思います。思ったよりなんていうの、いちごの味が強い。私もっといちごミルクかなっていう、もっとこう牛乳っぽいこう豆乳っぽいというかマイルドかなと思ったら、どちらかというといちごの酸味の方が強い。これだから甘ったるいっていうよりちょっとこういちごのこのフルーツに近いっていうの、酸っぱさがある感じですね。なんかもう完全にいちごミルクの甘いイメージで飲んだから、あれって思っちゃった。はい、いちごの豆乳飲料はいちごの味がかなり強い飲み物でした。はい、今回の動画どうだったでしょうか。豆乳によってね、種類によってこう糖質の量が違ったりとか、あとは食物繊維が入ってたりとか、あとビタミン E が入ってたりとかで、それぞれねやっぱりこうなんていうのかな、その特色というかこうものによってね入っているものがね違うものが、いくつかありますよね。なのでねこう豆乳飲む時もやっぱり豆乳っていう聞こえはいいけど、でもこれはやっぱりあくまでも豆乳飲料なので美味しい美味しいっていっぱい飲むとやっぱり糖質っていうのが入っているので、ダイエットにはやっぱ気をつけた方がいいかなって。ただねコレステロールを気にしている人は豆乳飲料や豆乳っていうのはコレステロールはねゼロなので、普通のね乳製品牛乳を飲むよりもやっぱりいいと思います。私はねそうねやっぱり今回の紹介した中では黒ごまが一番いいかな、ね、やっぱ糖質が少ないし甘みも、少ないので、少ないけどほんのり甘いし、やっぱりちょっとねこう今体重維持をしている私にとっては糖質っていうのはやっぱり甘いのは大好きなので嬉しいんだけど、でもやっぱり多いとまた戻っちゃうと怖いので、やっぱりすごく糖質っていうのは常に気にしています。皆さんもね、ちょっとこうお店に行ったらどこのお店にどんな豆乳があるのかちょっと見てみると、面白いと思います。今回の動画良かったな、参考になったなと思った方、ぜひグッドマークをよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では次回もね、また豆乳まだ残ってるので、買ったやつまだ今飲み続けているので、ぜひまた紹介したいと思っています。また見てください。バイバーイ。